未来のエンジェルメッセージナンバー4いきたいと思います。今はさなぎなの。さなぎは必ず蝶になるよ。苦しかった分、動けなかった分、すごく美しい蝶になるから。すごく美しい蝶になるよ。本当だよ。2016年1月19日ナンバー4、ややのエンジェルメッセージ。